今でもスピラの中心で、それから私が生まれた町、故郷ってことになるんだけど、いい思い出はあまりないんだよね。おお、大召喚師様。もしや私ども新エボン島に加わっていただけるのですかな。これはなんとありがたいことで、亡きブラスカ様もお喜びになられましょう。早速我が党の議長を呼んでまいります。しばしお待ちを。強引だね。ねえ会長よ。どうしたのユーナ。実はね、縁談があったんだ。相手は新エボン島の当主の息子って人、断ったんだけど、ほらなんていうか、会っちゃったら嫌だな。おお確かに面倒そうだな。引き返すか。え、なんでなんで、やだ。はじめまして、ユーナさん。新エボン島議長のバラライです。ねえ、君が当主の息子？ああ、当主は先日辞任しました。議長だった息子さんも一緒にね。あの人たちは権力を独占しようとしたので引退してもらったんです。今は僕たち若い連中の話し合いで党を運営しているんですよ。そうなんですか。というわけで僕は大召喚師様のお相手ではないですから、ご安心を。もちろん皆さんが我が党に協力してくださるというのなら大歓迎です。エボンに対して複雑な思いがあるでしょうが、それを乗り越えて力を貸してほしいと思っています。世の中が変わっていくとはいえ、そう簡単には変われない人も多いのです。僕たちはそういう人たちの力になれればいいなと思っているんです。それでは僕は仕事があるのでこれで。そうそう、古い時代のスフィアを見つけたらぜひ僕らに届けてください。それでは。どうって、どうかな。どうでもいいって。で、どうする？